学者の会の呼びかけ人である奥間さん、慶応義塾大学の教授です。お願いします。この夏の事態について10分話せということだったので、他の方々が現場に即した話はいろいろなさってくださっていると思いますから、私はちょっと距離を取って、2000キロか3000キロぐらい距離を取ったものの見方をしますとですね、最近世界的に大衆運動がまた起きてきているわけです。でそれは私の見方ではかなり共通の背景が起きてきている部分と、その社会ごとの特性によって起きてきている部分と両方あると思います。で先に世界的な共通性というか普遍性のことについて説明をした上で、日本の特性という部分、出方の特性ですね、それをお話をして、この夏のことについて私がどう考えているかということについてお話をしたいと思います。世界的な共通性ということに関しては、これはよく言われるグローバル化と情報化という言葉に集約されるようなことが起きているわけです。もう一つは市場の浸透ということです。でそこで起きてきていることというのは、雇用の不安定化であるとか、市場経済の浸透であるとか、未来に対する不安であるとか、そういったことが起きてきているわけですね。あともう一つ共通して起きてきている現象が、20世紀の、制度が21世紀の社会にだんだん合わなくなってきたことであって、例えばマスメディアの仕組みというものがもう21世紀の現在に合っているのか、つまりかなり大きな、新聞社やテレビ会社というものが、日本には記者クラブっていう分かりやすい象徴的な制度がありますけれども、そういうタイプの情報の集め方で、要所要所に記者クラブが配置されている。つまり例えば、商工会議所であるとか、政党であるとか、労働組合であるとか、そういうところに配置されたところから情報を取ってくるというシステムが、だんだん21世紀の社会の実態に合わなくなってくるという現象が起きていると思います。その代わりにインターネットが間を埋めるという形になっているのは皆さんお感じの通りだと思いますが、選挙というものも私のように何世紀単位で見る人間から見ると、20世紀の半ばに成立した制度ですね、普通選挙というものは、それが現代の社会に果たして、全社会構成員の意思を反映するのに適した制度になっているのかなっていないのかということが、だんだんもしかしたら問い直されつつあるのかもしれないと、それに対する不満とか不安というものが時に直接民主性の要求を帯びるような大衆運動という形で出てきているというふうな共通性は世界的に見えるのではないかなと思います。であともう一つ世界的に共通して起きている現象がですね、従来の右左という対立ではだんだんなくなったということ、これは 2,30 年前から言われていることです。どうして従来の右左の対立がなくなるかというと、それはもう基盤そのものが変わったからであって、例えば従来の左と呼ばれているものの基盤だった労働組合とか労働者階級意識みたいなものはもうこれは変わらざるを得ない、それから従来の保守側の基盤だった、日本だったら例えば自治会とか町内会とか、あるいはイギリスみたいなところだと貴族階級意識みたいな、そういうものっていうのはもうこれは変わってこざるを得ない。そうなってくると従来の右左ではなくなるっていうのは、これは当然のことです。で一時期90年代から2000年代最初ぐらいまでは従来の右左みたいなものが失効して、だんだんみんな中道化してきてるって言われてたんですけれども、2000年代の後半ぐらいになってくるとまた両極化が激しくなってきました。で現在世界的にどこでも両極化が起きています。それはいろんな理由があります。というのはやはり経済政策やなんかでは、どの立場を取ってもあまり打てる手が少なくなってきたので、アイデンティティの政治というところに比重が移るようになってまいりました。でアイデンティティの政治という形になってくると、インターネットの助けということもあって両極化が起きやすくなると。で、これは例えばアメリカみたいな形ですとエスニックアイデンティティという形で出てくるアイデンティティ政治になりますし、ジェンダーもありますね。ヨーロッパですと移民という問題で出てきたりします。あるいは宗教という形で出てきたりします。日本でそれの代役になっているのは歴史認識だろうと私は思っています。あれは日本における宗教の代役みたいな機能を果たしていると私は思っておりますけれども、
まあ、そういう形でアイデンティティの政治という形のことが起きて、両極化が起きてくるという現象が私には、共通している部分があろうかなと思っています。で、その中でですね、その両極化ということになった場合に、まあ、どっちが右か左かというのもこれは今となってはほとんど意味をなさなくなってくるわけですが、どちらかというと保守的なアイデンティティを掲げている側の方が市場主義と結びつく、そして現状の秩序を変えるという方向に行くという傾向がこれも世界的に見られる現象です。なぜナショナリズムと市場主義という結びつきになるのかということについてはこれは分析ができますが、ここでは省略いたします。ただ、ナショナリズムと市場主義、あるいは保守的なアイデンティティと市場主義という形の組み合わせの、政治勢力なり政党というものが現状秩序を変革していくという方向が、これが世界的に割と起きてきていることであります。で、その場合、その保守的なアイデンティティを掲げていても、それはある意味象徴にしかならない。なぜかといえば、もうすでに消えているものだからですね。その貴族階級意識とか純粋な民族フランスとかもうありえないわけですから、どう考えたって、あれ昔の村を取り戻すとか、まあ、とっくに消えてるものですからね、実態としては。ですから幻想にならざるを得ないわけですが、そういう象徴を掲げて実際にやっていることは、グローバリズムであるという組み合わせが多くなってきています。で、まあ、当然その社会全体、世界全体が昔の安定性を失っておりますから、みんな非常に不安を抱いています。で、不安を抱いている状態から、より改革をしていこうという思考と、昔の秩序を守りたいという思考と両方出てくると私は思っておりますが、まあ、あえて乱暴なことを言うと、幻想としての昔の秩序、昔のアイデンティティを取り戻すという形で、実態としてはグローバル化を進めるという組み合わせと、アイデンティティ的には現状適応なんだけれども、どちらかというと、特に先進国においては昔の生活レベルや昔の社会保障レベルをできるだけ防衛していこう、あるいはそれを手直ししながら維持していこうという、勢力の分割という形になってきているのかなというふうに感じております。まあ、これを従来の右左に当てはめて言うのは適切ではないと思いますけれども、で、そうなってきますとどういうことが起きるかというと、まあ、どうしてもその、先ほど言った前者、つまりグローバリズムと、右派的アイデンティティの組み合わせの方が攻撃的になりやすいわけですね。で、そうするとそれに対抗する側はそれに対して、なんとか現状あるいはかつての秩序を防衛する、あるいは ある一定程度達成された、生活レベルや雇用レベルを防衛するという形の反応になるのは、まあ、これはある程度自然なことであって、ただ、結局政党システムからは阻害されているということがありますから、ある種の疎外感と、それから大衆運動と、直接民主主義志向という組み合わせになってくるという現象が各地で見られるのかなというふうに考えています。で、まあ、以上が普遍的な部分です。で、日本に特徴的なという部分のところに非常に移しますと、やはり、世界普遍的に同じようなことが進んでいる部分があると私は思うのですが、各国に行ってみたり話を聞いたり、またそこの地域のレポートの論文を読んでいたりすると、やはりそれぞれの社会の文脈というものがあって、先ほど言いましたけれども、やはりヨーロッパ、まあ、国によりますけれども、まあ、やっぱり普遍的な人権主義がヨーロッパなんだというような意識が強かったり、まあ、特にフランスなんかそうですね。まあ、そういうところですと、やはり宗教や移民の問題という形、あるいは共和制を守ると、まあ、それが建国の国是だからという形で出てくるという形の大衆運動が出てきますし、アメリカの場合はこれは外れてるかもしれませんが、オキュパイ・ウォール・ストリートみたいなことが起きたのは、一番はやはりその、金融投資で失敗した銀行に公的資金注入するというのは許せないと。アメリカは自己責任と平等の国だろうと、自由と平等の国のアメリカなのに、なぜ大資本ばっかり公的資金に使われるんだ、これが許せないという、まあ、そこが一番光に火がついた大きな理由ではないかなと私は勝手に思っております。まあ、違うかもしれません。で、やはり後半の怒りを誘うというのはそういう現象だと思いますけれども、では現代日本で考えるとすると、やはり現代日本は、まあ、フランスにとっての自由平等友愛
に当たるものは日本にとってはやはり平和と民主主義と、憲法という部分が日本国全体とは言えませんけれども、まあ、ある程度の数の人には共有されていると、いう状況にありますので、それの価値観と秩序を犯す動きが起きた場合にはかなり激しく反応すると、いうことが見られたのかなというふうに思っております。ただ、その現象そのものは、戦後の日本である程度一貫して見ることができたわけですけれども、実態はかなり昔とは違っているわけであって、昔だったら例えば労働組合が労働組合の旗を掲げて、まあ、これは日本の特徴と言ってもいいんですけど、要するにスローガンとか政治目的の、こうしましょうとかこういうことを主張しますって旗を掲げてくるんですが、団体旗を掲げてくるんですね。我々はこの団体だっていう旗を掲げてくるんです。まあ、あれの旗の方が多いっていうのは割と日本の特徴かなと思ってるところもありますけれども、あのほとんどさようにやっぱりその中間集団単位で動くっていうのが日本の運動で大変多かったと私は思っておりますけれども、その傾向はやっぱり世界普遍的に今回は、かなり崩れたというか、まあそこまでの動員力がもう労組にも自治会にもありませんから、もう保守も革新の側もそういう動員力はないので、まあ、あの主催グループの100人なり200人なりがインターネットで情報を拡散してそこにわーっと集まってくるっていう、まあ、割とこれも世界普遍的な形態になってきてるなというふうに思います。ですから学生というグループが表に立っても、従来例えば60年代にあったような学生の自治会で多数派取って自治会決議作ったから、そのなんとか大学自治会っていう旗掛けて学生ばっかりやってくるみたいな形態には全くならないわけですね。あのまあ、そもそもシールズの皆さんの話聞いてると学内で組織するっていう感覚は全く最初から持っていらっしゃらないようですから、あの自由参加型ネットワークというここの実態の変化は明らかにあるわけです。ここは世界国内です。ただ日本の特殊性としてはやはり、まあ、憲法、立憲主義、まあ、立憲主義っていうのはあの戦後の日本じゃないですけど戦前の日本からはもう ある種の民主化運動で蓄積されたスローガンですから、まあ、当然立憲主義の場合にはあの乱暴な動きに対して在来の良き法秩序を守れっていうそういう部分を含みますので、まあ、これは世界普遍的な部分と共通しているわけですけれども、まあ、それと日常に対する不安感みたいなもの、もちろん同時進行で TPP みたいなものも進行していた、あるいは雇用規制改革みたいなものも進行していたというようなこと、あるいは大学の予算が削られつつあるとか、そういうことも進行していたのがいろいろな不安感を醸し出している状況の中で、一番社会秩序の根幹価値観に語るような部分に触れた動きがあったのが今回の反応になりという形なのかと私は思っていました。ただ実態としては明らかに30年前40年前とは違ったものであり、日本的な戦後日本的な文脈の現れ方をしているけれども非常に、世界普遍的な動きであろうかなと思いました。まあ、この点は例えば2011年以降の原発の反対運動というのはあれはどちらかというと戦後日本に蓄積されたコンテクストだとまた別のところで本当に直接的なショックからドーンと出てきたものですからちょっと違ったものだったと思っています。でまとめろという話ですけれども、まあこういうところから、まあ、とりあえず分析はしてみました。でこれをどう今後につなげるかということについてなんですけれども、まあ、これはこの後話し合えばいいと思いますが、割合世界共通的にこれを選挙結果という形に結びつけるのはどこも苦労をしていて、それはどうしてかというと2つ理由があって、まずこういう組織されざるネットワーク型大衆運動というのは20世紀型の投票システムとはあまり適合がしにくいという問題がある。もう一つは20世紀型の政党システムと適合させるということも難しいという問題があります。でそこを媒介をどうつける かということを当面考えていかないと20世紀型のシステムが悪いんだって言ってしまっても、まずシステム変えるところからっていうわけにもいきませんから、それを考えなければいけないという問題があります。あともう一つ、日本の場合の特徴としてはやはり、これは別に世界にはいろんな国があって必ずしも在来の、左派的な政党が強い国ばっかりではないのですが、まあ、日本は比較的弱い国だったので、媒介がつけにくいわけですね。ただ日本よりも従来の、そういう左派的な勢力と呼ばれるものが弱くて圧倒的にナショナリズムと、市場主義の、側だけが圧倒的に強いみたいなロシアみたいな国もありますから、そこまでに、至らないように持っていかないと今後が大変だろうかなということを考えているわけです。まあ、目標値としてはどの辺を設定するかということはもうこれから考えてい
ければならないところですが、一応これが私の情勢分析です。